はい、えー、今回ですね、西村経済担当大臣が、まあ夜の外出自粛に加えて、昼も外出自粛してくれってことで、動画を撮ってみたんですけども、ちょっと冗談でしょ。一日中だから出るなってことなんでしょ。この人は何を言ってるのかわかってるんですかねもちろん、あの、外出しないことによる、まあ手厚い保証があれば別なんですけども、それでもね、外出せざるを得ない方によって支えられてるじゃないですか。 こういうね、無慈悲というか無神経な発言が、西村経済担当大臣のこのね、表情も相まって、なんか怒りをか <laughs> き立てるんですけどもね。えー、今回はね、私のそういった21秒の動画だったんですけども、こちらの方にコメントいただいた方の、お、お気持ちをね、ちょっと組んでみようかと思います。えー、ちまるさん、YouTube 一の人気者の私の意見としては当然ですよね。と。夜は控えて、昼間出てたら意味がない。私はお構いなしに出たい時に出るけど、 以上あるということで、コメントありがとうございます。まあ、本当不自由な世の中になりました。どうすればいいんでしょうね、これからね。次、えー、知事に丸投げして、小出しにして、一気に緊急事態宣言しろ。ごてごて内閣。このね、ごてごて内閣、もう本当にね、あの、難しい事象だと思うんですけども、まずは最悪を想定して、最小限の被害に食い止めるってことをしなければならなかったと思うんですよね。最初に、その、最小限の行動で、結果、最大の、 うん。なんか、悪いところをね、導き出してしまったのかなと思います。この人たちにはね、危機感って言葉があるんでしょうかね。はい。次です。えーっと、振藤さん。久保さん、すいません。西村くんのざれ言を見るほど暇がありません。西村くん、君が正解を自粛してください。<laughs> 自粛いやー、ほんと、いつもありがとうございます。あとね、例のメール、ほんと、ありがとうございます。よろしくお願いします。辻さん、いつもコメントありがとうございます。 えー、昼も夜も外出控えてというなら、なぜ国民が給付金を出して欲しいと思っている。だから給付金出せよ。そしたら外出控えてやるよ。ただ言うだけで国民のこと考えてない。きちんと考えろよ。いや、本当にね、そういうお言葉、お,お気持ち多いと思うんですよ。うん、なんかね、国民の声が届いてるというか、届けなくてもこのぐらい想像できると思うんですけどもね。 次の方は小金虫さんです。バカにするなよ、西村大臣。お前ふざけてるのかこれ私と同じ気持ちですよ。ふざけすぎててね、もう笑いが出ちゃいますよ、私は。ゆきさん。本当にドライセッチよね。でしょもう、KY さん。言いたい放題、やりたい放題で本当に悲しくなりますね、と。こんなに国民が助けを求めているのに耳を傾けず、たくさんの国民が待っている発表はごまかしてせず。本当ですよね。国民の状況に危機感を真剣に感じるべきだと思います。 いやー、ほんと頭痛いですよ。こういう人がね、テレビに出てわーわー喋ってるんですからね。まさかりさん、アホ丸出だし。さくらさん、公開中継でストレスでちょびっと発散したよと。公開中継はね、ある意味ね、なんか面白いっていうかね、次はどんな方便を立ててくるんだろうという楽しみではありますけどもね。はい、えー、それではですね、どんな動画を見てこういうコメントをいただけたのか、動画概要欄にたった21秒の動画ですけども貼り付けておきますので、よろしかったらご覧ください。